アイテム番号 SCP-429JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-429JP はサイト8102の密閉された小型生物用収容室に個別に収容されています。飼育環境については一般的な線形生物と同様の方法を用いてください。また餌として綿織物を1週間に一度与えてください。なお、その際職員に対し衣服の着用を禁じてください。 SCP-429JP を用いた実験を行う際はセキュリティクリアランスレベル3以上の職員2名以上の許可を得てください。また新たな SCP-429JP の発見のため各鉄道会社の車両基地内にてカバーストーリー防カビ処理を適用し座席クッションの定期的な検査を行ってください。また衣服とともに活動中の SCP-429JP が発見された場合機動部隊による即時回収を行ってください。説明。 SCP-429JP は線形動物によく似た未知の生物です。体は直径 0.2mm 程度の細長い糸状で、一見すると無色透明の細い繊維と差異はなく、また非常に柔軟で、片方の一端は刺繍針のように鋭く硬い形状をしています。SCP-429JP は主に電車内の座席クッション内に潜伏することが判明しています。SCP-429JP はその柔軟な体を用いて、座席の10センチメートル程度の縫い目に擬態することで寄生対象を待ち、座席に座った人物の衣服に寄生し、服に寄生した人物の自宅まで侵入します。SCP-429JP は寄生した服がクローゼットやタンスなど自身が暗いところに置かれたと認識した際に、分裂と成長を繰り返し個体数を増やして這い回り、それぞれの個体が衣服の裏地部分全体に、自身の体を最長 9km 程度まで伸ばして縫い付け、その家の下着や靴下等を除く衣服ほとんど全てに寄生します。そして1週間ほど経った後の深夜に、衣服に寄生した SCP-429JP 群は一斉に家からの脱出を図ります。またその際上半身の衣服下部と下半身の衣服上部を瞬時に縫い合わせ、衣服を人型の形状にすることで脱出をしやすくする習性があることが判明しています。SCP-429JP がどのようにして下着や靴下、また他の布製品や上半身用と下半身用の衣服を判別しているのかは判明していませんが、衣服の穴の数とその位置関係をもとに判別しているのではという推測が立てられ、現在検証実験が行われています。下記検証実験記録参照。また衣服の裏地全体に寄生した SCP-429JP は強力な人工筋肉のような働きをし、最大6000ニュートンに達する強い力を出せることが確かめられています。そのため、SCP-429JP が深夜に活動を始めたとき、寄生した衣服を人間が着用していた場合、本来人間が腕や足の関節を曲げる方向と逆方向に曲げたり、腕や足の関節が複数あるような曲がり方をするなど、人間の骨や関節の可動を無視した、まるで踊り狂ったような、と形容される動きを SCP-429JP がするため、着用していた人間は全身に骨折を負い、最終的には内臓の破裂や損傷による出血多量によりほぼ間違いなく死亡します。SCP-429JP は、高い確率で寝巻きにも寄生するため、被害も高い確率で発生していることが判明していて、現在 SCP-429JP により、人の死亡が確認されています。家からの脱出を図った後、衣服に寄生した状態の SCP-429JP は、その地点から一番近い鉄道の車両基地に向かい、車両基地に侵入後、単異生殖を行い衣服に産卵をし、死亡します。産卵される卵は全体で200個程度で、そこから生まれた SCP-429JP は衣服と、寄生したまんまの状態で死亡した SCP-429JP の死骸を共に全て食べ尽くします。これにより、後の急激な分裂と成長のための栄養を補給していると推測されます。そして電車の始発までの間に座席内のクッションに潜伏します。
SCP-429JT がなぜ車両基地へ向かうことができるかについては、車両基地の高圧電線が発する特有の電磁波を感じ取っているのではとの仮説が立てられ、これも検証実験が現在行われています。SCP-429JT は、関東地方にある複数の鉄道会社の車両基地にて全身骨折並びに内臓破裂の状態で死亡した遺体が連続して発見される事件。さらに深夜、一人の人間と多数の透明人間の集団が狂ったように踊りながら行進しているといった目撃証言が相次ぎ、財団が調査を行った結果、発見されたものです。現在、財団内にて、引きの SCP-429JT が確保、収容されています。SCP-429JT 規制対象衣服検証実験記録。実験記録 429JT1 日付2000年月日対象の衣服ブラジャーブリーフトランクス等の下着類結果規制しませんでした。分析人型形状になることのできない形状の衣服には規制しない習性があると考えられます。実験記録 429JT2 日付2000年月日対象の衣服様々な丈のズボン結果ゴブだけを境に丈が短くなるにつれて規制しない例が増えることが判明しました。また規制した例では活動を始めた場合膝立ち歩きのような動きをします。分析丈の長さを基準に規制するかどうか判断していると考えられます。実験記録 429JT3 日付2000年月日対象の衣服様々な袖の丈のシャツ結果一般的な T シャツ程度の袖の丈ならほふく前進のような動きをしまたタンクトップのような袖なしの場合は規制しませんでした。分析上半身の場合は袖の丈がある程度短くても規制できることが判明しました。実験記録 429JT4 日付2000年月日対象の衣服ワイシャツやカーディガンジャンパーパーカーコートなど前面の開いた上半身用衣服結果規制後活動を始めると同時に前面を縫い合わせ閉じる行動をしました。分析 SCP-429JT はボタンやファスナーなどのとどめ具の存在も感じ取りそれを閉じる判断をする習性があると考えられます。実験記録 429JT5 日付2000年月日対象の衣服靴下ストッキングタイツスパッツ類結果規制しませんでした。分析足先に穴が開いていない場合ただの補丁として判断していると考えられまた伸縮性が強いものに対しても規制しないことが判明しました。実験記録 429JT6 日付2000年月日対象の衣服スカートワンピース結果規制しませんでした。分析人型形状ではないためただの筒状の布と判断したと考えられます。実験記録 429JT7 日付2000年月日対象の衣服ウェットスーツ、潜水服、結果、規制しました。分析、全身を覆うタイプの衣服も人型形状になることができるとの判断ができることが判明しました。実験記録 429JT8 日付2000年月日対象の衣服、防護服、宇宙服、結果、規制しました。分析重量のあるものでも人型形状ならば規制し活動をすることができることが判明しました。注意事項、対、防護服に規制させた実験においては、予想通り対処は困難なものとなり、あらかじめ待機させておいた機動部隊が事後処理をする結果となったため、今後実験において強力な防護服に規制させることは禁止とする。考察メモ、おそらく SCP-429JT が日本生類総研によって作られた目的は、今回の実験のように強力な防護服に寄生させ、
電磁波によって操ることのできる生物兵器を開発することであり、それが研究員のミスにより研究施設外部に逃亡し、野生化した結果、財団に発見されたのではないだろうか。ほい。SCP-429JP が原因と見られる車両基地内での連続遺体発見事件の中で、最初に起こったものと見られる事件において、車両基地内にて発見された遺体のそばに、日本生類総研、寄生虫研究部門、研究員、と書かれたネームバッジが落ちていました。現在この名前の人物の特定に向け調査を行っています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。